では次、恋人がいる相手を落とす手順ご紹介していきます。一つ目、よく観察すること。観察をするっていうのがですね、やっぱ一番重要ですね。彼女にとって何が幸せなのか、何がタブーなのかっていうところですね。あと彼女はですね、今付き合ってる恋人のどこが好きなのかとか、彼女が何かあった時一番相談する人は誰なのかとかですね、あと彼女の元彼はどんな人なのかですね、そういう彼女の考え方や価値観、行動っていうのをちゃんと観察することですね。私がですね、クライアントさんに直接聞いた時に、ほとんどの方がですね、わからないっておっしゃるんですね。わからないって答えが一番多いんですね。でね、わからないっていうのは観察不足ですね。もちろんね、それがダメなわけじゃないんですよね。恋愛っていうのは答え合わせをしていく時間ってとても楽しいので、知らないことがあった方がどんどん相手にのめり込んでいくことができます。だからダメっていうわけじゃないんだけど、でもですね、今回のように恋人がいる相手を落とすっていう場合は、わからないっていうのは致命的なんですね。なんでかっていうと、お付き合いをしている彼氏よりも自分の方が圧倒的にやっぱ情報が少ないんですね。だからその状況だと、彼女っていうのは彼氏の方が自分のこと分かってくれるってそりゃ思いますよね。だから現在お付き合いをしている彼氏以上に彼女のことをですね、観察するっていうのが大事になってきます。でね、観察をする時のコツなんですけど、自分の声っていうのを無視するっていうのがですね、もう第一段階ですね。例えばね、この動画を見てくださってるあなたですね、あなたは今何を考えてますか？私の動画を見ながら、何か絶対自分の頭の中でですね、声が聞こえているはずです。うわ、めっちゃおっぱい大きいなとか、この話前に聞いたけどちょっと内容変わってんなとか、意外とコメント欄読んでんねんなとか、いろいろ考えると思うんですね。ちなみに私めっちゃコメント欄読んでますでですね、そんな風にね、あなたの頭の中に流れている声っていうのは、あなたの主観なんですね。あなたの考えです。自分の声っていうのはですね、基本聞いてた方がいいんですけど、でも観察をする時っていうのは、自分の声を聞いちゃうと自分の主観が入っちゃうんですよ。だからですね、誰かを見る時っていうのは、自分の声っていうのを入れずに、相手の言動とか行動を肯定も否定もせずですね、ただただそのまま受け止めるということが大事になるんですね。で、見方としては、先ほどの本能と理性っていうお話しましたよね。それを基本に考えていただきたいと思います。相手の言動が本能から来るのか、理性から来ているのかですね。そして相手の本能と理性がどう関わっているのかが見えてくると、相手っていうのを簡単にイメージすることができます。だからですね、まず相手の本能欲求を知ることですね。そして次に理性を知ることです。例えば相手は本能に強く支配されていて、衝動的に振る舞う人なのかとか、あと相手の本能と理性は何が譲れて何が譲れないのかとかですね、こういう相手の世界観っていうのをまずはしっかりと観察するっていうのが大事です。そして2つ目、気になる人と似た者同士になる。恋人がいる人っていうのは、本能的にですね、自分に似たタイプの異性に惹かれるということが分かってるんですね。プラハにあるカレハ大学の恋愛心理の研究によってですね、彼氏や彼女がいる人といない人では好みが変化するっていうことが分かってます。今、特定の交際相手がいない人っていうのは、自分に似てない相手を選ぶ傾向にあって、特定のパートナーがいるっていう場合は、自分に似ている相手を選ぶ傾向にあるんですね。今パートナーいない人っていうのは、自分から遠い遺伝子を探す必要があると、だから似てない相手を好きになる。で、反対にですね、今パートナーがいる人っていうのは、自分の遺伝子に近い人と仲間になった方が有利ですよね。だから似た相手を好きになるんじゃないかって言われてるんですね。なので、相手のですね、ファッションや立ち振る舞い、言葉遣い、考え方などをですね、相手に寄せていくっていうのが大事ですね。声のトーンとか、話すスピードとか、好みの服のブランドとか、そういうのですね、ちょっと寄せに行った方がいいです。そうやって寄せることで、こんなに会う人初めてって相手に思わせることができて、気づかないうちに恋愛対象になることができます。もちろんですね、あなたらしさとか個性っていうのはとても大切だし、それを大切にしてらっしゃるっていう気持ちもすごくよくわかるんですね。ただ今回の場合ですね、一旦脇に置いて、まずは相手にですね、全力で合わせにかかるっていうところを意識した方が、今度お付き合いが始まった時に、あなたの個性っていうのがですね、ギャップとなってより生きてくるので、なので今回の場合は一旦ですね、個性とかあなたの考え方っていうのは脇に置いて考えていくっていうのが大事かなと思います。そして3つ目、あなたが聞き役となって相手にとって何でも話せる間柄になる。
まずは信頼関係を作るっていうところから始めましょう。最初から恋愛対象としてアタックしていくとか、まあ、好きとか嫌いとかですね、そういう部分ですね、やっぱ人って重点置きがちなんですけど、でもですね、基本はやっぱり信頼がないと恋愛関係って構築できないんですね。特に恋人がいる相手を落とすっていう場合は、信頼関係を築くですね、友達から始めるっていう意識がとても大切ですね。で、信頼関係を築くために何をしたらいいのかっていうところなんですけど、これはめちゃくちゃシンプルです。一つ目が褒めることです。そして二つ目が共感することです。この二つさえやっておけば、信頼というのはですね、しっかり勝ち取ることができます。まず褒めるっていうのは、まあ、男性の視点からすると上の立場から下の立場に向かって言葉を投げかけるっていうイメージを持ってる方がいるんですけど、それはちょっと違うんですね。女性の言う褒めるっていうのは、同じ立場の人から人として認められるということですね。人ってね、やっぱ基本的に褒められたい生き物なんですよ。だからですね、褒めてくれる人のことが好きなんですね。ただね、普段自分が日常生活で自分が思ってるほど自分のことを褒めてくれる人って少ないんですね。そういう機会って意外と少ないんですよ。だからね、それをあなたがやってあげるだけで一目置かれる存在になるんですね。相手にとってあなたと一緒にいると自分のことを認めてくれて楽しくって、絶対にけなしたりとか傷つけたりとかしない人だって思わせることが大事です。そうやって自分のことを褒めてくれる人をですね、人は本当に信頼します。そして二つ目が共感ですね。女性はですね、わかるって言われたい生き物ですね。わかるとか同じこと思ったっていう言葉をすごく喜びます。そして自分の感情を聞いてほしいっていう欲求がとても強いので、気持ちという部分を中心に共感に徹するってことがとても大切ですね。それはすごく辛かったねとか、今同じこと言おうと思ったっていう言葉ですね、共感を表してください。できるなら相手が言った言葉を別の言葉に置き換えて共感を示すっていうことができたら最高ですね。ただこれ言うと勘違いして相手の言葉をまとめちゃうっていう人がいるんですけど、まとめちゃうっていうのは NG ですね。まとめるとこうでしょとか、つまりこういうことでしょっていう言い方をしちゃうと、ダメ出しされてるように女性って感じちゃうので、まとめるとという考え方はダメです。例えばですね、女性から上司が仕事を任せてくれないっていう相談を受けたとしますよね。で、こういう話をされた時にまずどう考えるのかっていうと、相手の感情の部分は何なのかっていうのをまず考えます。つまり相手が聞いてほしいのは、辛いとか上司から信頼されてないとか無能だと思われているように感じてしまうとかいう感じですよね。だから相手が言葉にはしなかったけれど、感じている感情というのを言葉にして伝えてあげるということですね。で、あなたが仕事できる人だっていうのを見てたらわかるけど、上司のその態度はあなたの仕事っぷりが信頼できないって言われてるような気になるよね、というふうに言い換えてあげるということですね。これができたら怖いものなしなんですけど、トレーニングが必要なので、まずですね、女性と話をするときは、相手はどういう気持ちを伝えたいんだろうっていうところを中心に話を聞くようにしてください。それだけでもですね、全然共感するっていうのが変わってきます。あとですね、一応言っとくと、アドバイスっていうのは絶対にダメですね。なぜアドバイスがダメなのかっていうと、アドバイスっていうのは別の切り口を提案するっていうことだからですね。別の切り口っていうのは、共感っていう同じ立場にいるとわからないものですよね。だから男性同士の会話ってですね、前向きな検討会になることがとても多いんですけど、女性っていうのは自分の気持ちを聞いてほしいので、気持ちに対して別に別の提案とか求めてないんですね。共感してほしいから自分の気持ちを聞いてほしいって言ってるので、アドバイスではなく共感に徹するということが大事になってきます。そして4つ目、相手の恋人のことを褒めるです。相手をしっかり褒めましょうってお話ししたんですけど、その恋人とかパートナーについてもしっかりと褒めるようにしましょう。褒め方としては、こんなに素敵ななんちゃらさんの恋人なんだから、きっとすごく素敵な人なんじゃないみたいな感じですね、話題を切り出して、で、どんな話を聞いても褒めることと共感点の中心に話を展開していくようにしてください。よくやっちゃうのが、奪いたい一心でですね、相手の恋人を批判してしまうっていうやつですね。動画の途中ですいません。なんかね、途中で切れちゃってたので、ちょっとですね、この形で差し込みさせていただこうと思います。ごめん、普段切れ。奪いたい一心でね、なぜ恋人を批判するとうまくいかないのかっていうと、反対にですね、相手のつながりを強くしてしまうっていうところなんですね。で、なんで相手とのつながりが強くなってしまうのかっていうところなんですけど、これはやっぱりね、付き合ってる人っていうのは相手が選んだ人だからですね。自分が選んだものを批判されると、
相手は自分の選択が間違ってるって言われてるように思うんですね。だから実際にはもともと向こうから言ってきた愚痴だし、それにですね乗っかって言うっていう形になりがちなんですけど、そうするとその相手のことをですね別に好きになるってことはないけど、自分の選択は間違ってないっていうのをね伝えたいがために相手をかばうっていう形になっちゃうんですね。だから相手のですね批判っていうのはしない方がいいです。特にね女性ってニコイチ好きじゃないですか。だから奪いたい一心で相手の恋人っていうのを批判しちゃうと、反対に絆がねどん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 強まっちゃうし、でこっちの評価もどんどん下がっていっちゃうんですね。だから相手の批判っていうのは何があってもやめた方がいいです。とにかく褒めることを徹底的にやってください。相手の恋人を褒めるっていうところに不安感じる方って結構いらっしゃるんですけど、でもですね褒める方が絶対的にいいです。その場で得られる結果というのは小さいですが、後々見据えるとやっぱり大きな結果につながっていきます。でこっちが自分の気持ちを押し殺して、とにかく相手をですね徹底的に褒める、自分の好きな人もそうだし、その恋人に対しても徹底的に褒めると、相手はですねなんと自分の恋人の不満っていうのを自ら口にし始めるんですね。こっちが何も言ってないのに不満や不平を漏らすようになってきます。まあ、この辺が面白いですよね。ではですねこの続きはまた通常の動画でどうぞ。あ、この T シャツ見て、めっちゃ可愛くない？ゲゲゲ T シャツ最近気に入ってね着てます。ちょっとケチャップこぼしてんの映ってない？ではごめん。どうぞ。なんで向こうは自ら恋人への不満を口にし始めるかっていうと、人ってね延々褒められてると謙遜するじゃないですか。例えばですね、あなたがめっちゃかっこいいですねとか、めちゃくちゃ素敵ですねとかですね、こんな人会ったことないですとか、めっちゃ勉強になりますずっと言われ続けてたら、いやいやそんなことないですよってやっぱなるんですよね。人間っていうのは自分が言ったことを信じてですね、そこに一貫性を通したいという傾向があるんですね。だからこっちが聞き役に徹してですね、相手の不満を自ら言葉にさせていくことで、相手の心の中ではですね現在の交際相手への不満っていうのがですねどんどん膨らんでいくんですね。決してこっちがですね悪いところを指摘するというわけではないです。自ら不満というのをですね言わせるっていう感じですね。そうすることで相手は現在の恋人との関係にですね疑問を持ち始めます。でできたらですねあなた自身も何かに関する不満っていうのを口にした方がいいですね。そうするとお互いにしか言えない秘密っていうのを共有することができます。この人にだけしか言えない秘密っていうのはですねすごく信頼度が増すし、絆が強まりますよね。そしてそれを繰り返すということですね。そうやって相手との距離っていうのをどんどん縮めていきます。そして5つ目、相手が悩みを相談してくる。こうやってですねしっかり信頼関係を作ったら、相手が恋人とかパートナーと喧嘩をした時にですね必ず相談をしてくるようになるんですね。その相談をしてきた時っていうのがポイントです。まあ、初期の頃の相談とかで喧嘩してきた、もう別れるとか言ってる子に別れちゃいなよって言っちゃう人いるんですけど、その段階ではまだ早いですね。それが確実にこっちに気持ち引けてるっていう手応えがあるんやったら、まあそれでもいいんですけどですね、血は喧嘩程度の、まあ、軽い喧嘩っていう可能性もありますよね。だからですね初期の段階では相手が別れたいとかですね喧嘩したって言ってきてもですね、まあ、まずはですね別れないように説得するっていうのが大事ですね。なんやったらですねその相談してきた子を怒るっていう感じでもいいです。あんな素敵な彼氏なんやからというふうですね、まあ彼氏の肩を持つというほどではないけれど、別れるっていう結論出すのは早いんじゃないのというふうに説得をしていただきたいと思います。なんでそうするかっていうと、そもそもね相談をしてきてるということは相手の女性が迷っているからですね。ここでこっちが解き伏せて別れさせたとしてもですね元に戻ってしまう可能性が高いんですね。だから奪うならですねもうあかんぐらい追い込んでからじゃないと後々後悔します。だから相談してきた初期の段階ではまた別れないようにですね説得するのがいいかなと思います。ただこの時の説得の仕方としては、自分の狙ってる子を解き伏せるというよりは、狙ってる子の相手を持ち上げながら狙ってる子を承認するっていう形にしてほしいんですね。どういうことかっていうと、そんなこと言ってもさと、君みたいな素敵な子がと言ってその女性をあげますよね。選んだ素敵な人なんやからと言って相手もあげるという感じですね。あなたみたいな素敵な女性を大切にしない人なんていないでしょとか、あなたみたいな素敵な人が選んだ人なんだからと言って狙ってる子をしっかりと承認します。
で、その相手ですね、パートナーのことはあなたから話を聞く限り素敵な人だと思うよというふうに承認をするんですね。で、その後はですね、相手のことをとにかく褒めることと共感するに徹するんですね。そうすると相手は信頼するあなたからの言葉ですから、まあ確かに恋人もですね、腹立つところあるけど、まあええとこもあるわなとか、このまま付き合いを続けようかなという気持ちになります。さらにですね、第三者から言われる言葉っていうのは、本人から直接言われるよりも影響力が大きいですね。かなり響くっていうことが分かっているので、彼女っていうのはあなたの言葉によって恋人が普段よりもですね、いい男に見えてるんですね。で、その状態で彼女は恋人に会いに行きますよね。だけど恋人自身は何も変わってないです。ただ単にあなたの言葉でいいように彼女の目に映っているだけですね。だから何も変わってないから、結局ですね、こんな人やったっけなというふうに思います。で、また喧嘩になるんですね。で、彼女はまた相談に来るでしょ。で、それでですね、こっちはですね、説得をするんですね。別れない方がいいと思うよ。言うてええ男やで。すると彼女はですね、まあやっぱそうかと、別れやんとこうと思って彼に会いに行くんですね。だけど彼自身は何も変わってないから、その落差が埋めきれずにまた喧嘩になりますよね。で、やっぱ別れると言って彼女が来ると、そのループを何度か繰り返します。で、これはですね、何回かやってもう限界やなとか、本気で別れようと思うとか、なんやったらもう別れ話になってるって言ってきたところで初めて、自分やったらこんな悲しい思いをさせないとか、俺は君のことすごく大切に思ってるよという形で告白をすると、かなりの確率で奪えるということですね。相談相手が恋愛に発展しやすいって言われてるのはこのためですね。ただね、現時点で相談相手になってるのに奪えていないという場合は、相手を褒めることとか共感っていう部分が少なかった、もしくはこのループが甘かったということですね。まあね、正直鬼みたいなこと言ってんなって思うと思うんですよ。ほほほと思うんですけど、でもですね、ちょっとかわいそうかなって思うぐらい追い込んだ方がいいですね。まあですね、ここまで聞いてそれでも直球で勝負したいと思うならですね、それは止めないんですけど、あのまあそのね、テクニックは必要ないっていうなら、それはね、その考え方は素晴らしいと思います。だけどですね、覚えててほしいのは、恋愛っていうのは複雑な人間関係が絡み合ってできているものなんですね。だから自分が楽になりたいからという目的で告白をするっていうのは、やっぱりまあどう考えてもうまくいかないですよね。だから大事なのは、相手がどうなのかとか、相手の状況はどうなのかっていうのを冷静に判断する目っていうのが大事かなと思います。で、あとね、ループに関してはですね、2、3回でいいですかっていうご質問いただいたんですけど、回数では決めない方がいいかなと思います。回数で決めるっていうより、相手がですね、どんな言葉を言ってくるかっていう部分で判断してほしくって、例えばなんとかくですね、あなたが彼氏だったらいいのにとかですね、あとはなんとかくみたいな人と付き合える人って幸せだよねっていうような言葉があるとか、ただまあそれを誰にでも言うタイプの女性っていうのももちろんいるので、やっぱ一番安心なのは、彼女が自らね、今彼氏と別れてきてんって連絡が来るまでやっぱ待つっていうのが一番安全かなとは思います。よかったら参考にしていただけたらと思います。ということで今日のまとめです。まずですね、絶対にダメな落とし方ですね。一つ目、猛烈なアプローチ。二つ目、マウントを取る。三つ目、無理やり奪うことですね。で、次、恋人がいる相手を落とす方法としては、一つ目、相手の完全な味方になること。二つ目、本能欲求に訴えかけること。三つ目、理性の言い訳を用意すること。四つ目、相手のペースに合わせること。5つ目、相手が自ら選択するまで待つことです。で、恋人がいる相手を落とす手順としては、1つ目、よく観察すること。そして2つ目、気になる人と似た者同士になること。3つ目、あなたが聞き手となって相手にとって何でも話せる間柄になること。4つ目、恋人のことを褒めること。5つ目、相手が悩みを相談してくるというのをループで繰り返すということです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はですね、前回いただいたコメントを参考にしながらですね、足りなかった部分とかをですね、ちょっと説明させていただけたらなと思ってこの動画を撮りました。ちょっとですね、こんな感じでコメントを参考にしつつですね、言葉が足りてなかった部分とか、こう説明不足だった部分とかをですね、また動画にしていくみたいな方が、よりですね、深くご理解していただきやすいかなと思うので、なのでちょっとこういう動画撮っていこうかなと思ってます。またですね、感想を聞かせていただけたら嬉しいです。そういえばね、服買って。可愛くない？これね、妹が選んでくれたんですけど、ここがね、リボンになってるっていうかな。ちょっと。割れてますけど。なんかこういう服みたい。丈もね、結構長く、これなかなかね、下まで。よっ！
映せないんですけど、なかなかね映らないんですけど、可愛いでしょこれ、気に入っております。またですね、あの他の服もね買ったのですね、おいおい紹介していきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。